今日のマンチタイムはこれ糖とソルティーバター時刻は3時を回りました !3 時といえばマンチタイムふうマンチとは英語でムシャムシャとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャもぐもぐタイムちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ糖とソルティーバター ほろほろとした口どけの良い柔らか食感クッキーでおなじみの東派とソルティー。いろんなフレーバーが出ていますが、中でも国内最大級の食品口コミサイト、モグナビのベストフードアワー2019クッキー部門にて2年連続第1位を受賞しているのが、このソルティーバターです。フランス、ブル、プル、<laughs> フランス、ブルターニュさん。 ゲランドの塩が芳醇な発酵バターの風味を引き立てているとのことです。真っ青なパッケージが目印です。では今日のおやつ、トハ肌のソルティーバター、いただきます。最近、老眼で、ちょっと、プなのかブなのか、見えなくなっちゃった。<laughs> まだ20代。目は大事ですね、皆さん。それでは開けていきましょう。すごくね、あのー、爽やかなブルーでね、 夏にぴったりですね。オープンお、おっきいわえおいっぱい入ってますね、うん。8枚ぐらい入っています。では、開けていきましょう。一個一個ね、ちゃんと包装されていて。敷けないからいいですね。おおおテカテカーでは、いただきます。あ、ね、おかしかった。うーん んうんのあの、食感が、ん優しい。優しくて、なんか、ちょっと溶ける感じかなとろける感じで、柔らかくて、塩がね、塩っていうよりかは、バターがすごく効いていて、後から、下の上で、